今日はですね、このキャンディーウールっていう武将三条さんから出てますこの毛糸を使ってマンドゥーバッグ、毛糸のねマンドゥーバッグ、本当は本来はマンドゥーバッグってあの太い中綿が入ったあの5玉使います。で、毛糸のいいところはこれ全部あの今回私同じ色で編んでるんですけど、一色だけ違う色にするとか、あのグラデーションのねあの毛糸を使うとか、もうそこはあの皆さんご自由にお好きにやっちゃってください。で、このジャンボの仮針、今回、チューリップの12号を使っております。ダイソーでね大きいやつ売ってるので、やったことない人は、とっかかりがね初めての人はいいんじゃないかなと思いますね。私はいつも最初の鎖編みは手でやっちゃうので、こう持ってねねじります。で、ねじって人差し指と親指があるよ、ここを持ちますね。持ったらこう縛ります。これが最初の一つ、これ私のやり方だから、最初ね、なんかあの上手な人ピュピュピュってやってやるけど、私はこうやる、私のやり方でやっていく、私のチャンネルなんで。はい、そんで、わかる？これの、ただ、これの単純な繰り返し、もうこ私はね、こう持って、当てます。かけます。この大きさは常に同じ大きさがいいですね。理想。でもこれをね、ただ単純にずっと編んでいくわけ。こういう感じ。だから、こう見れば、三つ編みで編んだ編み方と似てるので、あんまそんなに違和感はないと思います。なんでね、子供さんとかと作る場合は三つ編みで十分なんじゃないかな。こういった感じですね。もう本当単調な作業、慣れてくるとね、もう見なくても全然、もうここ持って、もうここくねくねさせてたらできる。ね、こういう感じ、こういう感じ。もうだからこう早くなっても全然大丈夫だよっていう、そういう感じ。ほんでこういうちょっとね、こういう風にずれちゃうから、あんま調子の乗らない方がいい。あんま調子乗っちゃダメ。で、時々ね、もう一気にバーって編んじゃったら、ね、ちょっと一目落としてたりとかする時があったりしたらいけないので、こう、ある程度まで編んで、確認してください。ちゃんと目が落ちてないかなっていう確認。5本もね、使ってるので、やっぱりそういうの大事です。編み進めていくと、ね、5本同じ色の同じ種類なんですが、同時に編んだんだけど、こうちょっと長さがねまちまちで、すごいサービスしてくれてる毛糸もあるわけ。ということで、もうここでねバッサリ切るのもいいんですが、もったいないんでね、もったいないっていう何回もせんでももうわからないみたいな思っている方はもうそれでいいんですが、一番長いの持ってきたよ、これ。来たよ、長いの来たよって言いながら来たのを、ここでね、止めておくの、こっちで持ってて、ちょっとあんた持っててよっていう。ね、5センチぐらいちょっと、余分にね、持ってもらうわけ。反対の手にね、お願いっつって。んで、こっから編みます。ちょっと増えるんだけど、一回編んだら、お帰りっつって。一緒にこっちに戻します。はい、でこれでちょっとしばらくまた編んで、そしたらもうこれ終わりかけてるよね。そうするとまた一番長いのをね、あんたちょっと遊びに来なよみたいな、いいよっつって、いいよっつって、ここに、んでここからもう一回、そしたらおかえりっつってこっちに戻してあげるわけ。んでここまたもう一回、
なるともうここをこう引っ掛けて、はい、こういうことです。はい、でこれでここねカットしてください。もう十分使ったのでね、これぐらいかな、一番これの、はい、でこれちょっともってやりまして、でこうちょっとねこう出てるとこ切っちゃいましょう、こう、はい、ちょっと切んな、ちょっと切んなっつって、はい、ここもね、はい、証拠隠滅、はい、証拠隠滅ということで、こうやりまして、もういりません、こういりません、手で、でここをここね、ちょっともじょもじょ、ごにょごにょ、ちょっと増えたり減ったりしてるところが、中に入るように、こっから編み始めます。で、手でね、鎖編み、編んでいきます。はい。こう、キワキワのところから始めちゃってください。そして、手でね、この輪の中に手入れますね。入れてここ掴んで、でここと同じぐらいの大きさにします。はい、同じぐらいの大きさにねしてて、バランス見ながらね、1,2,3,4,5 編んで、5の先はこっちに倒してください。そしてこっから出しちゃダメよ、こっから来てるから、こっから出したらここつながってるから、ここにここぐらいね、同じぐらいの大きさ、こんにちはさせます穴をね、これはずっとつながってる紐で、今度またこっちバッテンクロスの下のところに、はい、またこちらこんにちはってさせます、同じぐらいの大きさね。でまたこのバッテンクロスの下のところにこんにちは、こんにちはっつって、はい、そして最後ね、ここにバッテンクロスね、だからこっちに4つお山ができたわけ、こう。今度こっち反対編みます。でここがたるませないように、割とこう感じでここにね、ここから編みます。どっから来た？はい、今ちょっとケバケバこっちにねちゃんとまとめて、はい、同じぐらい出したのをまた続きでございます。バッテン印の下にこう手をやって持たせて、そっとねここが動かないようにそっと、はい、でこっちまたねこのバッテン印のこの下手を出して、手じゃねえや指出して、はい、3、うん、ここまでできました。いいかな。でこっちとこっちの数を同じ数、この輪っかを作りたいんです。でこれ今4つ来てますね。で4つ来てて、はい、またこうバッテンね、一番最後のところバッテン来ました。はい、数えてみましょう。こっちが2,4,5 5個輪っかね、はい、こっち
2、4、5、こっちも5個輪っか。これでもできたも同然。あとはね、もうこれをずっと繰り返していくだけの作業となります。でこうね、同じぐらいの大きさ、またこっから出してってなるので、2回編んだところにこうちょっとね、マーカーつけといたら分かりやすいね。こういうね、便利なアイテムがあります。こうちょっとこうつけて、これも2段目だよっていう意味でこう編んでいきます。はい、もうこれで一体バックできんのって思うでしょ。できますから、安心して。バックになるから、ちゃんと。はい。ちょっとわかりにくいですが、編めました。で、ね、少しこれ残しておいてくださいね。はい。ここまで編めて、次の段始めるよっていうところができたら、もうね、表裏ちょっと逆にしてください。マンドゥのようなものができております。マンドゥって韓国語でね、で餃子っていう意味、餃子みたいになりました。はい、そしてここからこの先を見て、持ってね、見ただけじゃダメ、持ってこのちゃんとね、この印をずっとつけていってたら分かりやすいから、でこの穴に同じ向きでずっと通していくだけです。通していくだけの作業、簡単な作業となっております。最後まで来ましたね。最後まで来ちゃったかな。こういうことなんです。はい、そしたらちっちゃく、このね、目がね、縦になるようにちょっとこうもみもみしますね。揉んでいく作業また大事。はい、でこのままちょうどね、ここが33、ここも33となるので、ここでこう持って、ここをね、分かった、今言いたいこと分かった。でここ33ね、でこっちもさ、ここ33あるからここ持つよ。でこっちも、ね、こちらが123あって、ここ12、ここ33あるから、ここをね、こうちょっと長めに取ったら、はい、これで完成となります。そんでここがね、余るじゃない。そしたらここも一緒にして、ここはね、もう糸で縫い込んじゃうとかすればポシェットにもなり、マンドゥにもなるっていう、はい、縫い込んじゃってもいいし、もう縛っちゃってもいいよね。簡単に手で終わらせたい人はこう縛っちゃうだけでもいいと思います。でここを縛ってるよ、ただ縛ってるからちょっと恥ずかしいよっていう場合は、ここにボタンつけたりとか、こういうね、こういうボタンをこうつけたりとか、あとちょっとお気に入りのね、キーホルダーとか、ちょっとここにね、子供さんが好きなキーホルダーとかをつけてあげたりとかして、ちょっとここが目立たないようにだけすれば、もう十分かわいい毛糸のマンドゥバッグが出来上がります。ここがね、ちょっとこうワンポイントでつけてもかわいくなる。でこの毛糸のここのとこのケバケバですよね、まあ、ここはこのまま私はこう垂らして、もう少しね、この後ちょっとこれをカッティングをして、同じぐらいの大きさにしてカットして、
でこうね、このまんまで済ませるんですが、ちょっとこれ嫌だわっていう人はこう編み込んじゃって分かんないようにこう編み込むっていう手もありますよね、裏にね。でも全然あの出ちゃっててもいいかなと思います。もう可愛いですよね。ちょうどスマホとかね、入っちゃうし、ちょっとこうお散歩とかね、お出かけとか、こう兄弟でね、犬違いで打たせてあげたりするのもいいんじゃないかなと思います。どうでしょうか。作ってみてね。じゃあ、バイン。